石井太夫は TBS テレビのアナウンサー、東京都大田区出身、テニス選手を志していたが、怪我のためプロの道を断念した後に、2010年 TBS テレビへ入社。入社後はアナウンサーとして勤務する傍ら、2014年から同社営業局に勤務する実刑、大輝と共に音楽ユニット、ウェルストーン・ブロスのボーカルとしても活動している。 学生時代はテニスに励み、小学校6年時に東京都ジュニアテニス大会の12歳以下部門で優勝。修造チャレンジトップジュニアに参加した。同キャンプでは首相を務めたことから自身と共に参加した西小利家も年上の石井に憧れたという。また ITF ジュニアサーキット大会も転戦。2002年の世界スーパージュニアテニス選手権大会ダブルスでは セルゲイ・ブブカジュニアと組んでベスト4に進出し、ジェイミー・マレーと組んで出場したタイの国際ジュニア大会ダブルスで優勝。慶応義塾高等学校3年時の全日本ジュニア、選抜室内テニス選手権シングルスでは、ノーシードでの出場ながら、準優勝を果たす等の実績を残す。その後、慶応義塾大学法学部に進学。学生時代にはアマチュアテニス選手として、 ITF フューチャーズ大会に挑戦していた時期があり、2003年からの2年間で3大会に出場するモダブルスで ATP ポイントを1ポイント獲得するに止まり、負傷も相次いだことから2006年にテニスの道を断念した。テニスの第一戦から退いた後にアメリカで J スポの契約スタッフとして勤務。これが事実上のインターンとなったことから2010年に アナウンサーとして同局に採用された。2011年1月2日放送の TBS ラジオの新春特番ハイウェイリクエストでかつてのテニスの師匠松岡修造と久々に対面した。同年以降はテニス選手だった経験を踏まえて TBS テレビが地上波及び BS、TBS による日本国内での放送権を独占的に保有するトーレパンパシフィック。 オープンテニストーナメントの取材を担当。2014年の全米オープンテニスでは、錦織が準決勝に進出したことを受けて、急遽ニューヨークに派遣。スポーツキャスターを務める、朝ちゃん。及び、当時の後枠番組、一服。において、錦織が出場した、準決勝、決勝の経過報告や解説を担当した。プロ野球中継では、 2011年に TBS ラジオ制作系列局への裏送り中継のリポーターを担当。2012年4月6日のロッテ対日本ハム戦で実況デビューを果たした。2013年には TBS テレビのワールドベースボールクラシック中継でベンチリポーターを担当。準決勝の日本対プエルトリコ戦、オランダ対ドミニカ共和国戦の中継では、 ドミニカ共和国代表のフェルナンド・ロドニー及びロビンソン・カノに対して試合後に英語でインタビューを観光した。2014年3月31日から2019年3月29日まではスポーツアナウンサーとしての活動を続けながら TBS 系列の全国ネット番組朝ちゃんでスポーツキャスターを担当。担当初期には同期の佐藤と共演していた。 その一方で、前述の2014年全米オープンテニス以外にも、2014?FIFA ワールドカップ期間中には開催国のブラジル、2015年世界陸上競技選手権大会期間中には開催地の北京に派遣。2015年には松岡及び坂井敏明との共同執筆による地震初の著書、西堀系限界を突破する瞬間が、 角川学芸出版から発売された。2017年には金曜ドラマ1から3月期作品の下国上受験で作品の PR を目的に制作された特別番組スポット CM のナレーターを担当。2月24日放送分の第7話ではメインキャストの小学5年生桜井香織が通う小学校の体育教師大久保役で登場した。 石井自身は以前にもアナウンサー役でテレビドラマへ出演した経験を持つがテレビドラマで本格的に演技を披露したのはこの作品が初めてである。私生活では当時韓国ロッテグループの会長だった竹光秋夫の次女と結婚。2019年4月に第一子誕生予定であることを自身がパーソナリティを務めるラジオ内で明かした。2019年6月3日からは スポーツアナウンサーとしての活動と並行しながらニュース23のスポーツキャスターを務める。実刑の大器は3歳年上で大広市より先に TBS へ入社。入社後にメンバー全員が現役の会社員であるボーカルユニット Q へ参加すると2009年にオリジナル楽曲のホームで配信デビューを果たした。 大広氏の入社2年目である2011年からは、大輝と共に、岡田隆文との交流を始めた。利き腕である左腕の肘の故障で、日本大学を中退した岡田は、全足加賀クラブでのプレーやロッテの育成選手を経て、同年から一軍に定着。その苦労に感銘を受けた二人は、石井兄弟を英語風に表現した、ウェルストーンブロスという名義で、岡田のために、 ゴーホーイットという楽曲を作った。この曲は千葉ロッテ球団からの公認を経て、2013年に同球団主催試合で、岡田が打席に入る際の登場曲に使われた。2014年には岡田の新しい登場曲として、オーバーカムを制作した。4月2日は音楽ユニット、ウェルストーン・ブロスとして、この曲で a クストラックスからメジャーデビュー。 オーバーカムと共にデビューシングルに収録されたビクトリーも TBS 主催のイベントママサカス2014のテーマソングやカウントダウン TV の4月のエンディングテーマ曲に採用された2015年にも岡田の登場曲として 2BEA ヒーローという楽曲を提供している突起のない番組はいずれも TBS テレビで放送各種スポーツ番組テレビラジオ ありがとうございます。